はい、皆さんこんにちは。みなでーす。たかです。エンジンワークでーす。私たちは車を買いまーす。とうとう LT ブログが車を買います。初めての車だよ。人生初だね。そう、まあ、今29歳車を買うタイミングだね。まあ実はね、まあ、皆さんご存知の通り僕ら毎週のように動画を撮りに出かけてまして、その度にねいい車をレンタルしてました。でもう毎週のようにレンタルしてるんで、もう自分たちで買っちゃった方がいいんじゃないって。もうどういう車が欲しいかもうなんか大体把握できて、そう、はい、いろんなねいい車乗ってきたから、はい、ここ 2,3 週間ぐらいずっと毎週のようにねいろんなディーラーさんにお邪魔して試乗させてもらって、私はちなみにジャガーの F タイプが欲しいよって言ってたけどスポーツカーでしかも2人乗りであまり実用性がないので、少なくとも4人乗れる車である程度走りも面白くて使いやすい車を今回チョイスしました。だからどこ見に行ったかっていうと、ジャガーとレンジローバーとレクサス、ポルシェ、アウディ、メルセデス、BMW、 もうね見れるもの全部見ました。全部見て全部乗って2人でいろいろ考えてとうとう決まりました。この後ね契約をしたいなと思います。ちょっとドキドキしてきた。これだよ。着きました。こちらレナさんの母国の車です。そう、ドイツ車にしました。歩いてきました。はい、ありがとうございます。ちなみにここはポルシェパラダイスだよ。そう、ボクスターだよ。718ボクスター。これあのボクスター一番初めにポルシェに乗った時にボクスターだったでしょ。あ、そうだね、初めて乗った時。ほい、引くいいな。レナさんの視点からのこうだよ。ニュー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 。このコックピット感すごいね次に紹介するのが花芽。家族4人でゆったり乗れる。これもいいよね。すごい高級感あるよね。あ、これいいな。すごいよ、めちゃめちゃいい感じ。これもなんかその赤がめちゃめちゃいいよね。で後ろの席もあって、俺社長になった気分だこれそうかもしれない。タカ社長になった気分。タカシやっちゃう。これかっこよくない。まあいいけど。こちらタカさっきから言ってるね。ポルシェ王道911でございます。この色、色はちなみに名前わかんない。スーパーオレンジ。パパやるよかっこいい。ポルシェ911ですよ。ザ・ポルシェの王道だね。まあただただ派手だね。あは。お値段ざっと2000万で。まあね、タカ社長には何年かかるんだろう買うのにどうですか。うわ、気持ちをみんなさんに伝えて。欲しいこの感じ、このパパイヤ、このオレンジの色がところどころボディが見えてるところも超かっこいい。派手すぎない？大丈夫？派手すぎる。パパ多分俺は乗りこなせない多分レナとかが乗ってるとかっこいいと思う、日本で。で一応ね911なので後部座席ついてます。嘘、タカ次行くよ。おい次行くよ、来い来い、次行くよ。俺が乗れるような大人になりたいよ。 あれだよ、電気自動車。ああね、近未来感あるよねこのデザイン。うん、なんか好きじゃない。ちょっと1500万円でございます。後ろのポルシェあれがかっこいいよね、これポルシェ。ちょっと一回座ってみよう。あ、でもパナメーラに似てるかも、ちょっと座った感じは。うわ、何この近未来感。ここ全部パネルだよ。後ろもいいよ。あ、本当だ、運転席も全部パネルだし、すごいね。後ろも広いでしょ多分。すごい、運転すべてパノラマルーフでございます。あれがすっごいパノラマルーフ。こんなん体感とかめちゃめちゃ速いんじゃない、電気自動車で。すぐにドーンって、うん、アクセル踏んだ瞬間フルトルクでしょ。やばいよ、ここはすごいよ。この2つはね、あのレーシング、もうこれレーシングカーだね本当に。だって見てこれ、席とかついてないからねそう、こっちが席ないよ。最後はカイエン、こちらのカイエン GTS、 お値段ざっと2000万円だから、あれも買えるってこと。911、そう、911も一緒ぐらいの値段だねカイエンの GTS クラス。すごい高いね。これでポルシェに乗って初めて、あ、いいなと思ってたよ。 SUV のカイエンも以前借りて乗ってましたからね。で、この広さがいいよねやっぱね。っ SUV のこのゆったりとした、もう私たちは乗った時は古いカイエンだったけど、まあ、でもちょっとこれはね、レナが運転するには
多少デカさは感じるよね。そう。じゃあ今いろんな車を見て、あの車を買う気分になりました。じゃあ今から買いましょう。はい、すいません、失礼します。人生最大のお買い物だよ。そうだよ、それはそうだよね。明日から毎日味噌汁とご飯の生活。やばい。大体のお話は聞きましたけど、ぜひとも、はい、今日明日がプレーオフです。まあ、僕たちも正直昨日オープンってことも知らなくて、はいはいはい、たまたま言ったら、はいはい、オープンなんですって話で、はい、あらまってなって、はい、すいません、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。オプション内容とかどうですか昨日。あ、でもママ違うね、こう見るとここの樹脂っぽい黒か、こっちのちょっと光ってるハイグロスな黒か。値段がどう変わるの？オプション3万5000円とかそこらいだったんですよ。よくない？いや、これつける人つけないと半々ぐらいですか。半々ぐらいですね。いらないよ。こう見比べるとかっこいいなと思うけどね。大丈夫、いらないよ。それでオーダーをかけます。はい。でオーダーをかけると生産枠がいついつになりますっていうご案内ができると思いますので、はい、で手付金は基本的にオプション金、このお選びいただいたメーカーオプション代を、はいはい、カードなり振り込みなりでいただいておりますので、3月ぐらいの納車にはなるかもしれないんですけど、はいはい、まあ、そこはもうしょうがないですもんね。どうしようもできないですそう、ドイツ人に頑張ってもらうしかない。生産残業して働いてくれても残業しないですね、ドイツ人ね。あ、もう全くしないですか。ドイツの文化は残業ないです。働け。私が頑張らせるだけじゃない。私はディーラーに行くのがこれが楽しい。お菓子お菓子、おいしいお菓子だよ。飲み物とお菓子をもらってる。確かに、いろんなディーラー行ってあ、僕のお菓子微妙だったねとかここセンスあるねとかあるよね。消費者目線で見るとありましたよ。で昨日もこっちに来てたから、これ美味しいよね。そう、これ美味しい、めちゃくちゃ美味しいね。これあとこれもすごい、ポルシェのホワイトタオル。もうこの匂いが大好き。単純なお客さんだよ。これで気に入ってポルシェ買ったんだよ。これこれ、もうポルシェの手の内でコロ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 されてる。一番楽なお客さんだよ。お菓子といいタオル出したけど気分良くなって買うんでしょ。うん、やばいじゃん。で実はここ昨日オープンしたので、そうそう、それも知らなかったよね。昨日フラッと寄ったらオープン当日でドタバタしてた中、商談ちょっと見てもらって。お酒は飲まれるんですか。僕は飲みますけど、そんなに飲まないです。梅酒とかそういう系をちょっと飲む。僕もね、お酒全然あ、飲まないんですか。飲めそうに見られて、そこ誘いを受けるんです。全く、甘いもん大好き。あ、まあ、それもまた、まあ、このまま、はい、生産枠が分かり次第でもう一度ご案内させていただいて、はい、もうオプションこれで決定してほしいよ。ETC どうするの。そうですね、これから何ヶ月オプションを悩ませてる。まあ確かに。でもそれが楽しいですね。はい。悩むのが楽しいですね。はい。で、この缶が。タンタンタン。やばい。あ、まあ、破れるよ。これで車を買いました。気分どうですか？今車を買いました。買っちゃいましたよ。観光で車を買うのが実感はない。外国人から見るとないです、ね、日本だけです、ね。そう、はい、買いました。外国人からこうサイン。日本だけですよね。印鑑はそうですね。あの新しい車を買ってるから納車できるまでに半年以上かかるでしょ。うん、そう、待ってる間に他の車欲しくなる可能性あるしね。なんか他のいい車が出て、やっぱこっち欲しいですって。何が欲しいって言うの？教えて、皆さんに。レクサスの LX。 一番いらない車だよ。いや、そこはレナと相当ディスカッションして、俺はずっと LX が欲しいって言ってて、でレナはそんな大きい車絶対いらないって言って、乗りたくないし、乗れないし、で結局レナさんの意見が押し通されました。違うよ、これ今日買った車はタカの提案なんだよ。あ、もともとはね。うん、ただその中でも俺はやっぱり日本人だし。レクサス LX っていうのはね。いやいやいや、ドイツ車、ドイツ車がいい。まあドイツ人と日本人だからね。そこのバトルがありましたよ、家庭内で。そう、
お金出すけど意見を取らない、はい、ということで契約を終えました。はい、今ポルシェから出ました。じゃあ半年待たなきゃいけないのが嫌だよ。納車までこのワクワク感を楽しんで私たちは帰ります。はい、この動画が楽しかったならぜひいいねボタンを押してください。ではまた次の動画でも会いましょうね。バイバーイ。